ギゼの何たるかを知りたいと、ギゼは、母性を裏切り、ソロシップの一員になった。モエラの死を契機にイデオンのパイロットになるものの、スジッキンスターの戦いにおいて、アビゴ隊の集中攻撃を受けて絶命する。ギゼの死の直前、イデオンのゲージは異常な輝きを見せ、一気に合体したイデオンは、手から伸びたイデオンソードで星を割り、惑星の反対側にいたハルル傘下の艦隊をも撃破するのだった。伝説巨人イデオンとは、1980年5月から全39話が放送された、良い子のテレビ漫画なのでおます。スポンサーがトミーさんだけに、子供に優しいお子様アニメになるはずが、富野義行音大賞の手にかかれば、大宇宙的で壮大すぎるストーリーや、難解すぎるセリフ回しなど、視聴者置いてけぼりの富野武士の甲斐あって、打ち切りという至極当然の扱いを受けるも、今もなお、イデオンは傑作とのたまう方々がいるほどに、後世のクリエイターに多大な影響を与えた作品なのでございます。どうだ、その通り。アビゴは、第29話、閃光の剣で初登場する新型の重機動メカナンドスへ。全長が46メートルと、重機動メカとしては小型の機体で、ソロシップのバリアを突き破るほど強力な下流飛行と、高い機動力を武器に、一撃離脱戦法を得意とする強力な機体だったりした問題。それゆえか、プラモデルの発売後に出版された資料には、機動メカなどと表記するケースもあったのですよ初見さん。機体の大部分を大口径の下流飛行とエンジンが占め、大口径の下流飛行の下には、懲罰席的なコックピットがついているのが素敵すぎ。アーム上に張り出した小型の下流飛行のほか、上部と側面にあるミサイルランチャー、ハーケンランチャーなども装備、さすがに、他の重機動メカには攻撃力の面で及ばないものの、より洗練された兵器だったのは確かで、劇中では、数十機から数百機単位の部隊で運用され、その圧倒的な数と高い機動力を活かして戦い、イデオンのバリアを破ってモエラとギゼを葬ったため、イデオンのファンからの認知度が非常に高い機体なのですよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。思い返そうそうし合う。アビゴの戦闘シーンの作画を、まだ駆け出しだった頃の板野一郎氏が担当し、イデオンから多数発射されたミサイルの軌道を紙一重で避けながら、イデオンに肉薄するアビゴの演出は、後の超時空要塞マクロスで完成する、いわゆる、板野サーカスの原点としても有名なのだと人の言う。さらには、ハーケンを打ち込み、イデオンに肉薄しながら下流飛行を打ち込むなど、後の聖戦士ダンバインで見られるような、ワイヤーアクションの演出も見られる上、マクロスで言えば、後発である、ゼントラーディのグラージアリガードにデザインが似ているなど、話題にこと書かない機体だったのでしたとさ。そうだっけ？だが、しかーし、当時のファンには、人気のあったギゼを葬ったメカとして、記憶に刻まれることになったのですよ皆の衆。ギゼといえば、イデオンきっての人気キャラ。実際、ギゼが仲間になってからは、かなり面白くなっていただけに、当時、リアルで見ていたファンの方々は、あまりの出来事に天を仰いだそうなのですよ。まあ素敵。なんつーと、いかにもネタっぽく聞こえるけども、実際、昭和の頃はよく聞いた話で。例えば、ウルトラマンの最終回、テレビを見た後、ウルトラマンがもう見れないのかと絶望するも、ゾフィーと共に故郷に帰るウルトラマンが見れるのではないかと、窓から空を見上げる者がいるなど、昨今では見られない、こっぱずかしい行動が見られたものなのでござりましょう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1982年、600分の1の統一スケールで、重機動メカアビゴのプラモデルが発売される。統一スケールではキットのサイズが小さくなるため、2個セットでの発売となり、劇中でも印象的だった足を伸ばした飛行ポーズと、うんこ座りのような格納ポーズを再現できるお得なキットであった。しかし、当時のガキンチョの受けは悪く、ガンプラと一緒に紐でくくられ、ガンプラセットとして、抱き合わせで売られる姿が散見されたという。600分の1スケールのアビゴは、1982年5月頃に300円で発売された統一スケールのキットだよん。事実、アニメ本編でも登場の機会は多く、重機動メカの中でも、イデオンにダメージを与えただけでなく、メインキャラをぶち殺したトラウマ機体として、モデラーの優先度が高い人気キットなのでございます。その、通り。このキットの特徴としては、アビゴの2体セットで300円。そのうち1体を、うんこ座りのような格納ポーズにできるのですよ。かないねえ。おそらく、うんこ座りは言い過ぎだろとの、若い衆の意見が来るのは容易に予想できるのだけどもね。80年代のあの頃、ヤンキーの兄ちゃんらが、そこいらでうんこ座りしながらだべっていた現状を鑑みれば、当時を体験した俺らには、まさしく、狙ってやったデザインだとしか思えないのでございます。ですよねー。
イデオンのキットは、300円均一の箱スケールで、いわゆる、アニメスケールのキットがまず発売され、なんやかんやで、600分の1スケールの統一スケールでキットが発売になったわけなのよん。アニメスケールのアディゴは、350分の1スケールで1個入りだったのが、統一スケールでは、600分の1スケールで2個入りになったのですよ。つまり、アニメスケールのアディゴの方が大きいので、改造するならこっちの方がいいというモデラーもいるのが現状なんどすえ。ちなみに、統一スケールの小型の戦闘機のキットなどは、同じものが何個も入っているよもすえな仕様。こいつは、間違いなくディオラマを意識したのにちげえねえ。キットは、アニメスケールのものよりもディテールなどに改善が見られるものの、トップヘビーのためにまともに立つのが難しいありさま。基本的に、飛行ポーズと格納ポーズのどちらかにする仕様と言ってよいですな。特筆すべきは、特徴的な長い脚部は、なんと、グリコのポッキー並みの強度を誇る優れもの。その可動は限定的で、股関節は後ろにしか動かない上、膝関節はほとんど動かず、足首の関節は前方にしか動きやせん。膝はパーツを切りかけば可動範囲は増すのだけども、すぐ関節がバカになって、巣立ちするのがより困難になるのは間違いねえ。しかも、足首の関節は前方にしか可動しないため、頻繁に動かしてるとバカになって、すぐ前方に傾いちまうパティーン。当然、倒れて華奢なアーム状の下流四方が折れるなど、負の連鎖が続くあたりは、マクロスキットの、リガードやグラージあたりと同様なのだと言っとこう、丸。そうかそうか、よかったね。その他、格納ポーズの再現用に着陸脚が1個付属。着陸脚のハッチは可動式だけど、細かくて壊れやすいので、固定ポーズで作った方が楽だと思う今日この頃。実際、巷の作例でも、イデオンと絡めるディオラマが多い傾向ですからに。ギミックとか起こりたいのなら、アニメスケールの方でやった方が現実的なんどすえ。とにもかくにも、劇中の活躍と相まって人気も高く、イデオンやザンザルブと絡めるにも最適なので、モデラーからも重宝されてるのは間違いないのだけれどもね。やはり、興味がない方にはピンとこないのは仕方がねえ。でもね、まあ、なんだ。駿河屋の無限在庫の解放からだいぶ経ち、徐々に中古市場にも動きを感じる今日この頃。今さら、こんなマイナーなメカをキット化するメーカーはないと思うので、新規のファンが中古の在庫を漁るのは、古参のファンには、あんましありがたくないのは間違いないのだけれどもね。近い将来、どこぞの無限在庫が再び解放されるかもしれないと、多くのモデラーが期待しているのでござんすよ。はい。そんなもん、わかるかーい。次回のキットは、これだ。